8枚の折り紙を使って折ります。まずは、色のついた面を内側にして、折り紙を四角に半分に折ります。これを縦にして、さらに半分に折ります。開いて、右の角を中心に向けて折ります。 この部分とこの部分を合わせて折り筋をつけますこれを開いて裏返して反対側も同じように折りますこの部分とこの部分を合わせて折り筋をつけますこれを開いて上から開いて このように正方形に折り替えます。下の紙を上にめくりながら内側の折り筋に合わせてひし形に折っていきます。これを裏返して反対側も同じように折ります。 ここまで折ったら、同じひし形をもう一枚作ります。もう一枚は赤い面が表に来るようにひし形に折ります。まず顔の部分から折っていきます。ひし形を一度開いて、これを裏返して、 表側も一度開いて、下の角を折り紙の中心に向けて折ります。この状態でひし形を閉じ直して、これを裏返して、この部分の三角を下に折ったら、このはみ出した部分の角を 上に折り返します。これを上に閉じて、横にして、裏返します。下の角をひし形の中心に向けて折ります。折ったものをさらに下側に折り返します。この状態で、この部分を真ん中の筋に合わせて、折りずらします。 上下ひっくり返してこちら側も、この角を上に向けて折って、折った角を下に向けて折り返します。この部分を真ん中の筋で上に折りずらして、 次にこれを縦にしてこの部分をこの筋に合わせて折りますこれを開いてこの部分を今ついた折り筋に合わせて折ります開いて反対側も同じように折りますこれを開いて 今ついた折折りり筋に下側を合わせて折ります。これを開いたらこの状態でこの先端の部分を赤いマーカーで塗りますだいたい半分ぐらい塗ったら次に表側に顔を描きます真ん中の部分に両方眉間のシワを描いて その横に目を描いていきます。左右のバランスに注意して鋭い目を描きます。 目の上にまぶたの線を描きます。その上側に三角形の模様を2つ描きます。こちら側も三角形の模様を2つ描きます。 さらにおでこの部分に四角い線を引きます目の中に黒目を書き込みます鼻筋の部分に四角い模様を 4つ書きますその下に三角を書きます鼻先にも先端の部分に三角を書きます 黄色いマーカーで黒目の部分と鼻先を塗ったら、オレンジでその上の模様を塗ります。赤でその上の模様と、まぶたと目尻の模様を塗ります。紫でさらにその上の模様を塗ります。おでこの部分も紫で塗ったら、 白目の部分を黒で塗ります。瞳も描いて、線もなぞります。次に、これを軽く中から開いたら、この部分を、この下側の折り筋で反転させるように、このように折りずらします。こちら側も、 1>, 1個下のこの折り筋を反転させて、このように折ります。この状態で裏側のこの部分をこの線に合わせて折ります。折ったらこの部分をさらに反対に合わせて折り返します。 さらに内側を開いてこのように潰します。反対側もこの部分を真ん中の筋に合わせて折ってそれを反対側までもう一度折り返してさらに内側の紙をめくるようにして開いて 折りますこの状態で形を整えたら顔の端の部分を袋で塗ります。 さらに形を広げて、整えながら、この部分を、ハサミを使って切り込みを入れて、牙にします。 頭の後ろの部分も切り込みを入れて、これを両側から閉じながら、この部分をホチキスで留めます。形を整えて、これで顔の部分は完成です。 次に下顎の部分を折っていきます。ひし形の先を下に閉じたら、これを裏返して横にして、この下の角を中心に向けて折ります。折ったものをさらに下に折り返します。この状態でこの部分を 真ん中の筋に合わせて折りずらします。上下ひっくり返して、こちら側も同じように折ります。上に折って、それを下に折り返して、それをさらに真ん中の筋に合わせて折りずらします。これを、この部分をこの筋に合わせて折ります。 反対側も同じように折ります。次に、中から紙を束ねたら、この部分を、ハサミで切り込みを入れます。反対側も一番内側の紙を立てて、 この部分に切り込みを入れます。ホチキスで端を止めて、ほどけないようにします。こちら側もホチキスで止めて、 先端の部分を内側に折り込みます。そして、ハサミを使ってこちらもジグザグに切り込みを入れて、下顎の牙にします。これで下顎の部分は完成です。次に背中の部分を折っていきます。 手前の先を下に閉じたら裏返して、右側の先を立てて、中を広げて、真横にまっすぐに潰します。左側も先を立てて、中を広げて、まっすぐに潰します。この部分を閉じたら、 ハサミを使って、ひし形の真ん中から1センチくらい切り込みを入れます。反対側もひし形の真ん中から1センチ切り込みを入れます。切り込みに沿って先端から紙を開きます。こちら側も同じように折ります。両側の 紙を戻したら今度はこの部分を上の白い筋に沿うようにして切り込みを入れます上皮ひっくり返してこちら側も切り込みを入れます 切ったものを開いたら、裏返して、両側の角の部分で先端を内側に閉じます。開いて、さらに真ん中の筋を軽く折り直して、 これで背中の部分は完成です次に折り紙を四角に半分に折りますこれを開いて今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります これを縦にして、さらに半分に折ります。開いて、今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります。この正方形を今度は三角に半分に折ります。 開いて90度回して、こちら側も三角に半分に折ります。これを開いて、この部分を開いて、内側の折り筋に合わせて、このように折り替えます。反対側も同じように折ります。ここまで折ったら、赤い折り紙で、 同じものをもう一枚折ります。次に黄色い折り紙は2枚とも同じように折ります。まず、足の部分を折っていきます。 三角を立てて中を広げて正方形に潰します。すべての三角を同じように正方形に潰します。この正方形の袋を上にめくりながら折りずるを折るときのようにひし形に折っていきます。すべての正方形を 同じようにひし形に折ります。 これを裏返して、この部分を真ん中の横の筋に合わせて折ります。これを開いて反対側も同じように折ります。これを両方から折り直して、この部分を軽く広げながら、 石形をまっすぐに潰します。先端を外側に閉じて、反対側も同じように折ります。こちら側も横の筋に合わせて折って、これを両方から折って、先端を立てたら、 この部分を軽く広げながらまっすぐにつぶしますもう一枚の折り紙も同じように折りますまずは後ろ足の部分から折りますこちら側の角を 内側に閉じながら、この部分をひねるようにして、ずらします。こちら側も三角を内側に折ったら、ひねるようにして折りずらします。 次にこの両側の先端の部分を小さく上側に折り返します。これで後ろ足の部分は完成です。次に前足の部分を折ります。両側のこの角を内側に閉じます。 これをこの真ん中の筋で半分に折りますそしてこの付け根の部分で中割り折りするように軽く折りずらしますこちら側も軽く折りずらしてその先端部分を小さく内側に折って それをさらに外側に折り返します。付け根の部分を両側軽く曲げます。先端を後ろ側に倒して、これで前足の部分の完成です。 次に顔の炎の部分を折ります。この部分を上に合わせて半分に閉じます。右側を軽く開いて、この中の紙を閉じたら、これを閉じ直します。反対側も開いて、この部分を閉じて閉じます。これを今度は真ん中の線で半分に折ったら、 こちら側の紙をこの線に合わせて右側に折ります。その下の一枚は最初の紙よりも少し下側にずらした位置で折ります。裏返してこちら側もこの部分は横の筋に合わせてその下の紙は この下の紙の角に合わせた位置で折ります。同じものをもう一枚折ります。これで炎の部分は完成です。最後に尻尾を折っていきます。折り紙を三角に半分に折ります。 これを開いて、90度回して、こちら側も三角に半分に折ります。これを開いて裏返して、下の角を折り紙の中心に向けて折ります。これを裏返して、この部分を縦の筋に合わせて折ります。 反対側も同じように折ります。この部分を真ん中の筋に合わせて折ります。反対側も同じように折ります。 さらに下側を真ん中の筋に合わせてもう一度折ります。こちら側も同じように折ります。これをこの真ん中の筋で半分に閉じたらこの部分を外割り折りで このように斜めに折ります。その先端をさらに手前側に外割り折りで折ります。これで尻尾は完成です。すべてのパーツを組み合わせていきます。まずは前足と後ろ足をこのように先端同士を軽く合わせて この位置でホチキスで留めます次に尻尾をこの後ろ足の部分に後ろから差し込んで両側を後ろから留めますそこに 背中を合わせます。真ん中の筋を合わせて、背中の髪も、後ろからホつキスで、両側、止めます。内側で先端同士を合わせて、お腹に巻くようにして、 ホここスキで留めます形を整えて次に顔の部分をこの先端がこの背中の真ん中に来る位置でこちらも首の後ろから ポチキスで両側を止めます。次に、下あごの部分を体の下から当てがって位置を確認したら前足の真ん中と 貼り合わせますさらに炎の部分を顔の横にあてがって黒い部分でホチキスで止めます反対側も 位置を合わせて、ホチキスで止めます。裏返して、一番下のこの先を、下顎の部分に持ってきて、先端を曲げて合わせます。 ここに両面テープを貼って下顎ごの位置を確認してずれないように貼り付けます。 これで、ラウドボーンの完成です。